ここ最近、虹や彩雲など、虹色の現象を撮影できる機会に、とても恵まれています。でもさすがに、もうネタ切れというか、この先しばらくは、新たな虹色現象には、そうそう出会わないだろうと思っていたんです。でも、出会えましたわ。今回は、上から見下ろした彩雲の撮影に成功したんです。彩雲を見下ろせるなんて思ってもみませんでした。普通、彩雲は自分の上に雲があり、その先に太陽があるという位置関係で見られます。というか、この位置関係でしか見られないと思っていました。それが飛行機に乗って雲の上から見下ろす形で彩雲が見れたんです。とてもうっすらではありますが、確かに見えました。いつも飛行機から空をずっと見ていますが、見れたのは初めてです。11月29日。この日は仕事で岡山に行き、その帰りの飛行機で撮影に成功しました。実は2つの虹色現象を撮影できました。1つ目は以前もご紹介した飛行機のブロッケン現象。今回はとても長く撮影できました。そしてもう一つは上から見た彩雲。どうぞお楽しみください。岡山空港を離陸し、とても綺麗だったので景色を撮影していました。そして大好きなもくもくした雲が出てきたので撮影を続けていました。青空が綺麗だなぁと感じて空を見ていたら、まずはブロッケン現象が現れました。自分の乗っている飛行機が虹色に包まれるってめちゃ嬉しいですよ。前回も YouTube にアップしましたが、その時はあっという間に消えましたが、今回はずーっと出ていましたよ。そしてブロッケン現象が消えたので少し寝ようとして、最後に空を見たら彩雲がうっすら見えたんです。太陽の光や地球の波動が最近変化し、虹色の星に変わったんですかね。千葉上空あたりで夕焼けがとても綺麗でしたので、こちらもシェアいたします。
機から降りてスーツケースを受け取ったところ、普通はないある札がついていました。何かと思って見たところ、 JAL の岡山の方が素敵なメッセージを書いた札だったんですが、この裏を見た時とても驚きました。こちらなんと虹色の上を飛んでいる飛行機のデザインが、先ほど初めて見た上からの彩雲を予言していたかのようなデザインに、偶然ではない何かを感じましたよ。虹龍さん、虹色パワーでみんなの願いを叶えてくださいね。